ちょうど神の目の応酬現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい、町や。うん、あっちで誰かオイラたちを呼んでる人がいるぞ。こっちこっち、はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。オイラたち今からし見とき。おい、なんなんだよお前。自分に神の目がないからってそうやって野じ馬みたいに。って、あれ、お前持ってるのか。し、静かにしとき。うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか、武士様。ふん、それでいい。行くぞ。どうするんだよ。もう神の目を渡しちゃったぞ。まさか神の目を失った後何が起きるのか知らないのか。うーい、お前のせいでタイミングを逃しちゃったじゃないか。宵宮さん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにおいら、さっき宵宮さんにあんな態度を。ごめんなさい。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。互いに理解するっちゅうのはめっちゃ重要なことや。あんたもそう思うやろ。は、自己紹介がまだやったな。うちは宵宮、この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。